ペルシアアント公海のポルトガル勢力範囲。薄緑が支配地域と主要都市。能力が同盟関係もしくは影響下にある地域。黄色が主要公益地。紫16から17世紀の公海のポルトガル勢力圏。矢印はポルトガル軍の構成。高公益地、モカ。矢印はガマの指揮したエチオピア支援軍の進路。赤ポルトガルの同盟。 または影響下にある地域。能力エチオピアである戦争。オスマン・ポルトガル戦争は、ポルトガルとオスマン帝国の間、または他のヨーロッパ勢力とオスマン帝国の間での一連の軍事的な衝突を指す。単体で行われた海戦もあれば、戦争状態が長期間継続したケースもある。これらの紛争のほとんどは、ポルトガル帝国の拡大の過程で、インド洋で起こった。 両者は直接戦うだけでなく場合により地域勢力間の戦争に援助する形で争う場合もあった。例えば1538年からの抗争ではポルトガルはソマリアのアジュラーンを攻撃する一方でオスマン帝国の遠征軍はポルトガル支配下のホルムズ王国を攻撃した。またオスマン帝国に支援されたアダルトポルトガルに 支援されたエチオピア帝国も戦いを繰り広げた。この戦争はエチオピアあがる戦争として知られている。戦争全体は以下のような複数の戦いからなる。ありがとうございます。